西武田駅は福岡県筑後市西武田にある九州旅客鉄道岡児島本線の駅である。駅番号は JB19。開業当時の地名が由来。西武田村は後に西武田町に昇格した後、筑後市と水間町に分かれ、水間町は町村合併し現在は久留米市となっている。西武田の無田とは湿地を開墾した土地で、文字通り、 湿地を開墾した土地の西側の集落という意味。大牟田にも見られるように、九州は湿地帯の多い土地柄のため、牟田とつく地名が多い。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。1970年代に無人化されていたが、1996年に再び有人化された。有人化の際、無人駅当時に設けられた統一規格の簡易駅舎を改造して、 駅事務室を設けていたが、合理化に伴い2016年に再度無人化された。JR 九州鉄道営業が、駅業務を行う、業務委託駅だったが、2016年3月に、無人駅化された。近距離切符の自動券売機、簡易守護課改札機が設置されている。守護課の利用が可能であるが、カード販売は行わず、チャージのみ取り扱いを行う。 2019年度の1日平均乗車人員は409人である。各年度の1日平均利用人員は以下の通り。地区市の北端部にあたり、駅前を久留米市との市境が通っている。駅は西武田地区の中心部から離れており、駅周辺は民家が立ち並ぶ歓声な場所である。利用者は通勤、通学客が多く、朝の上り快速が停車していた時期がある。 駅周辺にバス路線はない。約1キロメートル東側の国道209号にある西鉄バス一条バス停か約1キロメートル西側にある本町四つ角バス停がもよりありがとうございます。